Anime. Podcast. Welcome back to another video. Make sure you like, subscribe, and hit that bell for more daily anime content. Today we got episode 10 of Jobless Reincarnation dropping. It was on fire. It was an amazing episode. They had some questionable lines in this one. Hope you guys stay tuned to the end, because he said some crazy shit. Hope you guys enjoy. 中高時代の友達と久しぶりに遊ぶ感覚って感じなんだろうか。結構いいもんじゃないか。それにしても泥沼、本当に久しぶりだよな。ええ、いつぶりですかね。こうしてるとそこらのルーキーにしか見えないぜ。ああ、ルーキーらしく荷物持ちでもしてあげましょうか。お前が荷物を持つ？バカか。ありゃ稼がせてもらったな。しかしエリナリーゼよ、お前みたいなビッチが恋人とか何の冗談だ。今まで私を本気で射止めた男が現れなかっただけですわ。でも挨拶だけはしておくとしようか。まずいところに出くわしたのだろうか。まさか二人はデート中とか。こんにちは。奇遇ですね、こんなところで。相変わらず俺のことが好きではないらしい。俺はフィッツ先輩と仲良くできればそれでいいんだが。およ、フィッツ先輩、今日はちょっとイメージ違いますね。ルークは実は男もいける口、先輩とはナウイ息子でレスリングな仲とか。フィッツ先輩、挨拶に感謝する。フィッツは王女の護衛中は一言も喋らないことになっている。少しばかり察しがついてしまった。おそらくだが、倍に化けていたのだ。さっき避けられたのは不用意に接触するとそれがバレるから。そうなんですか。フィッツ先輩に嫌われたかと思ってヒヤヒヤしましたよ。僕が君を嫌いになるわけないじゃないか。彼の何気ない仕草が気になる。耳の裏をポリポリとかく動作とか、前を通った時に香ってくる匂いとか。そう、あの笑顔だ。一仕事終えた時のぐっと背伸びする動作とか。ふと目の前、この症状が何なのか知っている。恋ってやつだ。いや、本当に彼は男なのだろうか。俺は男に恋しているのだ。これはルーデウスさん、本日はどうしましたか。はい、実はフィッツ先輩のことを聞きたくて。申し訳ありませんが、彼らのことに関しては上から圧力がかかってまして。せめて性別だけでも教えてもらえませんか。性別ですか。うん、彼は男性です。ジーナス教頭には圧力がかかっているみたいだし、仮に女だったとしてどうするのだ。告白でもするのだろうか。せめて自家発電はしたい。何をしたいって？ごめん。フィッツ先輩、やっぱり女だったんですね。重要なことだ。そんなことより、だった。Super big thanks to anyone who made it this far in the video. Can't believe Rudy really thought he was gay. He really thought he was gay. If you made it this far, might as well subscribe, like, and hit that bell, because I come out with daily content. Not every day, but close to every day. Get your grandma, your goldfish, your dog, everyone to subscribe. We're pushing to 3K. If you're caught up on the One Piece manga, tomorrow,The 1092 spoilers are supposed to drop. Super big excited for that. Enjoy.